はい、戸村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ大丈夫ですか？いや、メモを取りたいなと思ってお話の内容を興味津々で、はい、いいですか？いいですか？日本から世界へ、あなたの夢は何ですか？その夢を叶えるための力があなたにはありますか？常識を覆す即戦力、ハンターシティ。戸村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは自己紹介いただいてよろしいでしょうか？はい、株式会社デザインクラブの、代表しております小川千佳子と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今から26年前になるんですけれども、阪神淡路大震災があった後、兵庫県と神戸市が地域から起業家を育てようということで、公的なベンチャーキャピタルを立ち上げて、さまざまなビジネスプランを募集して、直接出資をして起業家を育てる。26年前に、はい、ということをされていて、そういうコンテストの場で、提案させていただき、兵庫県のベンチャーキャピタルが、出資をしてくださって、株主になってくださってスタートしました。じゃあ今も神戸市さんが10年ほど前に中小企業促進法というものがどうやら変わったらしく、はい、上場をしてない会社は、自社で株を買い取りなさいということになって、はい、弊社ではそれをストックオプションとして買い取って今に至っているという感じです。すごい珍しいファイナンスですね。そうですね、デザインクラブがというよりはですね、その背景に対して安心感を持ってくれて、仕事を発注してくださったという、経緯があります。今はどういった事業を主にされてるんですか？もともとインテリアデザインを手掛けていますので、マンションのデザインですとか、新しくできるホテルのデザインと、それからそこに収めていくさまざまな家具の納品と手掛けている会社になります。こういうマンションの中のインテリアとかをやられる、はい、そうですね。よくマンションのモデルルームというのがあると思うんですけど、はい、基本プランをこんな風にライフスタイルに合わせて変えることができますよっていうのを見せるお仕事になりますね、はい、それで25年間、はい、させていただいています。なんか創業して大変だったこととかありますか？立ち上がって実際にお仕事をさせていただいて、入金があるまでの期間をどうやってつなぐかであるとか、その仕事を常に継続的に受注していくにはどうしたらいいかであるとか、それからデザインの質を上げていく、そうしたことに最初、今もそうですけれども、はい、大変な思いはありました。10年間でね、会社って100社あるのが95社潰れて、20年間で、もっとなくなるわけですけど、すごいですね、そんな長く続ける。 ありがとうございます。長く続けられるために大切にされていることとかありますか？ほとんど私どもの会社は女性社員がほとんどなんですけれども、はい、新人で入ってきた女性たちが、恋をして結婚をし、育休を取って戻ってきて、今度2人目ができて、また育休と産休を取って戻ってきてくれるという、非常に長いスパンでライフイベントが続くわけですけれども、本当に仲間たちと一緒に支え合っているっていうこと、それから戻ってきても子どもの思春期の時にまたさまざまな問題があるわけです。そしてその後に介護の問題があるんですが、そうした女性たちのライフイベントの時にも、みんなで理解し合って支え合う、チームになってきている、チームにしていこうというところに、一番心を砕いてきましたし、そのことが長く未だに続けてもらえ、そしてライフイベントがデザイン力をバリューアップさせているっていう、いい循環になってきているな、そこには一番心を砕いてきたことですかね、はい、じゃあもう本当に長く家族のような感じでやられている。そうですね、社員以上家族未満っていうような関係ですかね。いいですね、はい。
で、そんなあの御社が新しくこれから事業されるということで、はい、挑戦の取り組みについてお話しいただけたら嬉しいです。はい、まあ、私どものお仕事は新しい建物を作るところにこうずっとお手伝いをしてきて今があるんですけれども、たまたまその飛騨高山を訪ねた時に築100年の古いお家が売りに出ていました。で、看板がですね、不動産屋さんの広告が2つも3つもあって、要はまあ売れにくくて困っているっていう、はい、建物だったんだと思うんですが、私はその建物に引き寄せられるようにですね、とてもこう昔の職人さんが作った豪華ではないけれども、まあ、ぽさりとしたこう風情のある建物だなというふうに思い、それをこう潰したり壊したりして新しいものに建て替えるのではなくて、まあ、このまま活用できることは何かないだろうかというふうに、まあ、取りつかれるようにこうそこにこうなってしまったっていうことがスタートです。で、それを生かしていくには、まあ、簡易宿泊所、今たくさんあるゲストハウスのような形で活用するということをまず考えました。で、それがこう飛騨高山ではなく今いる地元の、まあ、兵庫県でも同じようなことができないですかというお話をいただいて、上川町っていう、まあ、皆さんあんまりちょっとご存じない地域だと思うんですけれども、まあ、そこの、古民家を同じようにゲストハウスとして活用させてもらうようになりました。で、その後こうコロナが来た時にですね、ちょっと観光地ではないあまり知られていないところに関してはなかなかそこの活用がうまくいかない、活用がうまくいかないということは地域に対しても、まあ、貢献が非常に、まあ、不十分であるということを感じました。で、その時に、まあ、経営者の端くれでもある私からすると、それをこう企業が、社員を大切に思う、社員以上家族未満の関係を育んでもらう場所として活用してもらうことが観光地ではない地域の古民家の活性につながるんじゃないかというふうに思いまして、隠れ場という分散型の保養所の事業につながっていけばいいなということで今事業を新しくスタートしたところです。はい、もう中の内装とかもデザインされるとか、そうですね、いいですね。ありがとうございます。普通の、ね、方が似たような事業をしようとしたらいろいろ雇ってすごいコストがかかっていくのを全て御社の中でデザインして、はい、そしてこれまでの作り手の思いも継承するように設計されていくということですね、はい、そうですね。その家がこう建てられたこう、かつて住んでた人とか、うん、そういう思いですかね、なんかそういったものをこうきちんと受け継いで、先ほどちょっといろいろお話しさせていただいた時にそういうことをもうちょっときちんと使ってくださる人、法人企業さんに伝える術を持っていく必要があるなというのを今日ちょっと改めてちょっと感じております。はい、ね、Airbnb って創業者がサンフランシスコなんですけど、はい、創業者のデザイナーが旅人で世界中を旅している中で、うん、せっかく旅してるのにその地域のカルチャーや、食品っていうのは なかなかたどり着けない、ローカルの人が一体何を話し何を食べているんだっていうのなかなかたどり着けないんで、本来の旅を旅人なる旅なるものにするために作ったんですよね。なんで積極的にそのホスト、場所を提供する地域の人はそのゲストとコミュニケーションを取るようにしているんですよ。ああ、なるほどね。で、ご飯も例えばアラスカだったらアラスカ料理とか、はい、まあ、本当にその法人版というか合宿版ですよね、はい、そうですね。その地域の、ね、歴史ある古民家に行って学ぶことってね、たくさんあると思いますし、すごい外国人にめちゃくちゃニーズがあるんじゃないかなと思います。 ありがとうございます、まあ、マンションの暮らしがこう当たり前になってきてしまって、まあ、都会で働く人たちからすると雨の音であるとか、こう風に揺れるカーテンのこう揺らぎであったり、雪が降る時のこう音にも似たようなこうシンシンというような感じであるとか、なんかそういうものを感じながら異次元のといいますか、こう最先端の事業であったり新しいサービスであったりを、そういう環境の中で仲間たちとこう知恵を絞り合うとか、
暗黙知を形式知にしていく瞬間であるとか、なんかそういうところにこう空き家であったり古民家が、もう一回こう息を吹き返すようなあの場の提供になっていけば、まあ恒常的こう人流循環が起こせるんじゃないかなというふうにあの今思っていまして、はい、こういうことなんじゃないのって言っていただいたことは、事業今スタートしたばかりですが、すごくこう勇気をもらった感じがします。はい、やっぱ100年続くね建造物って、じゃあ例えばあの若い人がそこの土地を買って住むってなったらね、更地にして家を建て直すケースが多いと思うんですけど、まあ、ヨーロッパに行けば古い街並みがたくさん残っていて、そうですね、エレベーターもねボタン式じゃなくてこうやってねじ回し式みたいなのたくさんあったりするんです、はい、それがなんか外国に行く理由にもなるなと思って、本当あの資本主義社会で先進国はもう大体どこ行っても風景が同じになっちゃうのが、それがすごい悲しいなと思って。あ、そうですね、はい、韓国とかね台湾行ったらもう日本とほとんど変わらない、変わらなくなってきてますね。一方でヨーロッパに行けば古い建物がたくさん、それを大切にしている、本当にあのグローバルにあの活用されるんじゃないかな。むしろその日本の古民家のみならず、ウクライナのソ連時代からある古民家での合宿とか、はい、そういうなんかグローバルに、ね、展開できたらいいですよね。そうですね、日本のこう建築って、まあ、海外とまたちょっと違う固有のものであるところがあって、木と紙と土でできているってよく言われるんですが、はい、それがこう100年こうずっとあの保っているっていうのは、またあの朽ちていくと土に還るといいますか、循環型の、人の暮らしを守る建築物だなと思うんですね。あのやっぱりこう体験した時に、あ、日本の昔の人って偉いな、あのレースだとかカーテンがなかった時代にどうしてこの和紙でこう暖をこう外気をこう遮断する、で光を入れるっていうことを思いついたんだろうっていうふうにあの考えると、なんかその中で新しい最先端のことを考えるっていうイノベーションのようなものが起きてくるといいなというふうにあの思っています。ちょっと意味不明かもしれないですけど、はい、日本って、はい、世界で最も100年以上続く会社が多い国ダントツで、200年続く会社がもう約 80% から 90% 日本でされていて、だからスティーブ・ジョブズとかシリコンバレーの起業家もそういう日本の古くから長くある会社を回って、どうやってそんなあの次の世代に託せるんだっていうのを研究していったと、いうのがあるんで、古民家日本の長く続けるっていう反逆みたいなのはグローバルの人がすごい興味を持つっていうのと、料金プランをお伺いしましたけど、はい、月5万で、はい、6人泊まれる、はい、毎月、はい、実質これめちゃくちゃ安いですからね。 ありがとうございます。5万、はい、ってことは400ドルぐらいですか、ね、めちゃくちゃ安いです。日本のお客さんのみならず世界の、そうですね、そして日本もね、あの世界に行けるような世界の古民家合宿の企画いただいたら、すごいこのサービスは可能性が面白いですね。観光軸だけではなく、もう一つのこう軸ができると、あのいろんな国の古民家がもう一回こう息を吹き返すというか、はい、すごく素敵だなと思います、うん、経営者って、はい、瞑想ツアーとか、ね、はい、スティーブ・ジョブズも禅にハマって、はい、日本来て、インド行って禅をしている時にこのアップルを暴走したってね、あのそんなヒストリーもあるぐらいなので、はい、研修の中に禅の時間があったりとか、はい、お茶の時間があったりとか、普段やらない日本のカルチャー、まあ、陶芸もそうですけど、そういうのが入ってたらね、めっちゃニーズありますよ。あ、そうですね、今おっしゃったそのお茶とか、それから草花をこう生ける、豪華なお花ではなくて山野草とかをこう生けたりする、なんかそういう時間というものがあったりするとすごい素敵ですね。ありがとうございます。ぜひ
そういうの入れたいなと思いました。はい、ぜひお願いします。はい、はい、あのもう利用できる状態なんですか？そうですね、隠れ場という、はい、あのカタカナであの検索していただくと出るようになってますので、はいすごい、はい、あのぜひお問い合わせ等々あのいただけたらと思います。はい、あの貼っておきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。この動画を見ていただいている方に、はい、視聴者特典など。わかりました。お、じゃあの入会金を、はい、あの半額で。ありがとうございます。はい、あのもういろんなアドバイスもいただきましたので、いや、もう、はい、僕はもう今後この隠れ場を世界に轟かせるためによろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、会員になってどんどん泊まれる場所が増えていったらね、はい、視聴者さんもハッピーですので。そうですね、人口流出が止まらない地域にとっても若い人たちが、来てくれるきっかけになりますので、都会で働く社員たちは地域から元気をもらい、地域は、若い社員の人たちがたくさんこう使ってくれることによってにぎわいをもらうっていう、まあ、こういい循環があの起きればいいなと思ってますので、ぜひたくさんの人から、はい、あの力をいただきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。